今週も始まりましたファミ通ゲームカタログです。岩田浩二です。東野浩二です。さあ今日も頑張っていきましょう、はい、頑張りましょうね。うん、うん、やる気ありますか。マンマン。えマンマンって。なるほど、わかりました。では早速スタート。イエーイ。通信の新作クロスレビューを映像と辛口ファミ通編集部のコメントでいち早く紹介するこのコーナー。それでは早速行ってみよう。アーケード版で人気の高かったアクションゲームの移植版。プレイヤーは3人のキャラクターから主人公を選べるのだ。前作で好評を博した悠々白書が格闘型アクションゲームとなって登場。原作に沿ったストーリーモードと人間対人間の対戦モードが用意されているぞ。パソコン版からの移植で賞金稼ぎのエルフとメイルが活躍するアクションロールプレイング。仲間が増えると好きなキャラを操作できるぞ。人気ロールプレイングゲームの第4弾が登場。主人公は1作目で主人公だったユー。合間に流れるデモシーンのクオリティも上がったぞ。あのですね、本当に本当だと思う。このお兄ちゃんは強いんだよ。ワールドカップの主催団体である国際サッカー連盟公認のサッカーゲーム。全30チームの選手たちに細かいデータが用意されているのだ。
じみマイコー君が活躍するパチスロゲーム。4つあるパチスロ店をクリアしてパパの行方を探せ。心理ゲームが楽しめる占いソフト。恋愛や将来を分析するものや恋愛の相性を判定するものもあるぞ。通信のおなじみのベストセレクションのコーナーです。ダウンザワールドを今日は紹介します。解説はファミ通編集部の渡辺さんです。アシスタントはチャイルドアキエです。よろしくお願いします。このゲームはどういうゲームですか？ダウンザワールド、ロールプレイングゲームなんですけど、基本的に、はい、ストーリーをまず言っちゃいますと、うん、この世界の元を作った、うん、サーラ姫っていうお姫様がいるんですけどね。いるんですか？いるんですよ、うん、そのお姫様の胸に小さなトゲが刺さってしまったんですよ。はサーラ姫の胸にトゲが、それが刺さってるとその人いずれ死んじゃって、うん、この世界が全部なくなっちゃうと。あきまへんがな。それで抜きに行こうというわけなんですけど、うんうん、自分での考えなんやな。ちょっとダメなんですけどね。今までとはどうちゃうんですか？今まではそれは今までは、画面の中にいる、うん、動いてるちっちゃな、ね、その人が自分の分身みたいな感じですよね、うん、勇者勇者でしたよね。その人を操るんですよね、でも今回はそこにいるのは騎士で、まあ、自分の部下みたいな感じなんですけどね。主役じゃないですか？主役は私たちで、その人がこう画面に向かって話しかけてくるっていう、勇者は私たちですから。例えば、まあ、今田さんでしたら、今田さん、はい、僕はどうすればいいのって。名前をちゃんと、もちろん勇者今田とかいう感じ。あ、それをちゃんと自分で付けた名前を呼んでくれますか？呼んでくれるんですか？そんなちっちゃいやつに今田言われるんですか？今田様って入れると今田様って。今田様って入れたら今田様なんですか？今田様って呼びますよ。あと戦闘シーンとかですね、はい、うん、あれでこう戦闘シーンが始まると5番の目みたいにこう線が 9×9 のマスがあって、その中で戦うんですけど、その事前にフォーメーションっていうのをこう組んでおけるんですよね、まあ、あらかじめ用意されてるものでもあるし、あと自分で作って自分でそのフォーメーションに名前を付けてもいいっていう感じですね。だからまあ例えば隅っこの方に集めといて、なんかこそこそ逃げろっていう名前にしておくと、始まってそれを選ぶとそこにさ、まあ、キャラクターが来ていて、で敵と戦う。そのとにかくマスの中で戦うっていうのがすごく新しいんですか？あとはこうオープニングで歌があるんじゃないですか？あ、そうなんです。あれがもうびっくり、はい、聞いてびっくり。そうそう、英語の歌が流れてるんですけど、それは画期的なんですか？これ CD ロムとかのゲームでしたら、あの、まあ、歌入って当然ですよね。そうですね、うん、あれは一応カートリッジで歌が歌ってるんですよ。音は要は入るじゃないですか？音は。いやいや、歌ってるんだもん英語。見たことないですよ。でしょ、うん、見たことないですよ。ないないない、スーパーファミコンで。いや、ないけど別に録音して入れといたらいいだけ。そんな簡単なもんじゃない。だって音楽かかってんのになんで歌詞は入れられんねん。一緒やん。チチチ言われよ。理由を言えよ理由を。もうこれはもう容量1メガも使ってです。昔じゃゲーム1個できましたからね、1メガあったら。そうそうそう、1メガっていうの使うの。きっとね、テレビで見てる人たちは笑ってます、うん、あ、もう笑ってる。ダメだよ、あいつ近い。おろせよ、サラヤロー言うてんの。なあ、なんや、いやな、100メガショックとかよう言うてるやつか。そう、CM でやってます。やってやつやな。今、スーパーファミコンだと、まあ、大きくても30メガぐらいで、このゲームは、なに、ダメだよ、お前も。ファミ通やめろよ。ダメだよ。
今日はですね、アメリカで大人気のこの特殊なコントローラーなんですが、アクティベーターを使ってストリートファイター2の対戦をしてみたいと思います。赤コーナー、エアムファイター、チュンリー、ジャイルド、ブルマ、アキエ。青コーナー、エアムファイターはリュウ、ジョルゾ、セッタ、ナカジ。第1ラウンドファイト。お互い間合いを取っております。というよりもどちらに行けば前に進むかわからないのかもしれませんね。もうちょっと間を詰めないと技もできませんが、ね、パンチ系パンチ系これは長寿のこれ技が効いてるのかどうかわかりませんが、とりあえず格好だけはいいですね。ちょっと殴る、あい、ハゲが入りました。ちょっとあ、酔ってます、酔ってます。今だ、シャイロ決めろ、100レス脚、100レス脚。あれこれ、あ、粘ってますね、中地。いや、あ、投げで粘ったね、粘って粘った。昇竜拳、中地昇竜拳。あ、粘ってしまいました。はい、欲しいな。リン。シャイロ技は外れたけど、なんか。だ、100レス拳ちょっと。100レス拳、100レス拳。好きなんですけど。100レス拳、100レス拳。はい。簡単なに100レス拳のかな。もっと前、昔もう間合いがない、詰められた詰められた詰められた、ほら、全然今やりました、今やります、見てました。100レス拳、100レス拳、やめて、しゃがみなさい、あ、逃げてください。これ一方的な使いになってきますね。うわ、うわ、逃げろ逃げろ、今だ今だ、昇竜拳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 ですか、昇竜拳、昇竜拳、今近かったぞ、昇竜拳。あー見習ってたよ。はい、というわけでチャイルドの圧勝に終わったわけですけど、はい、一言感想を聞いてみましょう。どうしたか。もう中津さんなんて相手になりませんよ。ジョルジョはダメダメ、出直していきます。というわけでですね、アクティベーター日本にもうすぐ発売になるかもしれません。その時はみんなで遊んでみてください。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、1984年に発売されたソフトを紹介しましょう。はい、まずはこれ、ゼビウス。さあこれはもう知ってるでしょう。ゼビウスはお友達の家で遊びますよね、ファミコンで。お友達の家、よくあのお友達の家と言いますけれども、はい、女性なんですか、男性なんですか。女性ですね。弟がいるんですよ。弟いるとね、持ってますからね、皆さん。このゼビウスはですね、縦スクロール型シューティング、はあはあ、知ってますか。知ってます、知ってます。縦スクロール型っていうの、はいはい、これはね違うんですよね、はい、違うんです。何が違うんですか。だから違うんです、の前の言葉は、はい、僕の間違った言葉があるんですけど、はい、これはですね、はい、画面がね、はい、今までの画面ですと、今までのゲームですと画面はずっと一定な、これされてるわけでしょ。で、ね、しかしゼビウスは考えましたね、うん、考えた。上から下に落ちてくるんです。え、だから下から上に行くんじゃないですか。だからそれはものの言い方です。だから前に前に進んでいってるんですよ。あ、まあ、画面はこう上から見てますからね。言いたいことは分かる、分かります。だから前に前に一歩一歩歩んでいってるんです。一歩一歩歩いても飛行機乗ってるんですけどね。なんか怖くなってきたんで先行きましょうね。はい、これも音がいいですよね。あ、なんかガラスの割れるような、なんかシャラ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 っていう音がなんかこう打つたびに聞こえてきますね。ああ、そうですそうです。心地よい響きでですね、うん、こういろんなですね、なんですか、隠れたこの技とかね、あ、アイテムとかあるんですけれども、はい、まずこの一気増えるね、はい、今まででしたらなんか何点、何点クリアせない一気増えとかありましたけど、うんうん、このゼビウスではですね、あるところに行くとですね、はい、横一線上のどっかにですね、はい、その一気増えるスペシャルフラッグってあるんですよ。それを見つけてこう、そこ通ると一気増える、はい、ワンアップと命が一個増えるっていうのがございまして、うん、ね、あと A ボタン、B ボタンの2つ使い分けるのをこのゲームで新しいところで、 A ボタンは上空の敵をこうアタック、うん、B ボタンは地上でこうミサイルでドーンと打つというね、うん、A ボタンと B ボタンでこの楽しめると。あ、デビュース、それが11月8日に発売されて、はい、それより2ヶ月ほど早くですね、はい、ギャラクシアン、あ、出ましたね、こちらシューティングゲーム、そうそう、これはね、ナムコの記念すべきファミコンソフト第1作、あ、これがそうだったんですね、はいはい、今まで任天堂だけでございましたけれども、はい、ナムコが第1作で進出していたわけですね、ファミコン業界。これもよくやったでしょ。いや、そ
ットだけ。インベーダーゲームでも似てますからね。そうそう、なんかどうしちゃったか分かんなくなっちゃう。ギャラクシアンっていうのは一応、はい、宇宙空間の中で、はい、敵のインベーダー、敵のエイリアン、エイリアンが追ってくるのを撃ったりとか、うん、その整列しているエイリアンを撃ったりする、うんうんうん、まあと違ってこの時代はですね、はい、あのミサイルはあんまり連射できない。連射、あ、そうなんですか。ダカ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 って撃ちたいけれども、やっぱりダカダカダカひたすら撃ち続けるっていう、こういうなん、これはアクションゲームっていうんですかね、シューティングゲームですね。そうそう、シューティングゲーム、そういうのもなんかいいんじゃないかと。そうですね、たまには気持ちよさそうですね。今でしたらゲームセンター行きますと10円でできますので、ね、あ、すごい、行ってみてください。田舎やないんだ、回答は多分ないと思いますけどね。あ、そうかそうか、そうです、そうです。じゃあ探して、はい、皆さん皆さん行っていただいたらいいんじゃないかでしょう、はい、さあというわけでですね、はい、今回はゼビウスとギャラクシアンを紹介しました、はい、来週は一体何を紹介するかな。ということでいかがでしたでしょうか。はい、ゲームカタログ今日もたくさん面白いゲームありましたね。中にはちょっとっていうのをそれは言わない。はい、でも選ぶのはあなたですよ。それじゃあまたね、さよなら。
UFO 仮面やるかば。皆様もおなじみの日清焼きそばん UFO では焼きそばんスーパーファミコンソフトケトラーの黒い陰謀のプレゼントを実施中。マイケル富岡扮する UFO 仮面焼きそばんとご存知デープスペクター扮するケトラー、そしてサンコを扮する偽焼きそばんも登場します。どんどん日清焼きそばん UFO を食べてね。そして番組では焼きそばんとケトラーのテレカを10名様にプレゼントします。締め切りは6月8日消印有効。こちらの宛先までご応募ください。